どうも、わきです。プロスペースやっていきましょう。今回は1日出遅れてしまいましたが、こちらのバリュースカウトを55連引いていきたいと思います。はい、というわけで、まさかの火曜日に、しかも連日でガチャが更新されました。月曜日に超次チーム S 狙い撃ちスカウトが来てからの火曜日のバリュースカウトですね。今回も55連引いていきましょう。はい、今回 A ランク以上の次チーム選手1人確定の部分に関しては、ソフトバンクにしまして、柳田選手、そして松田選手を狙っていきましょう。まあ、ギータは今後のベストナインタイトルホルダーでね、出てくるとまた思いますので、まあ、その時に同値チャレンジをやっていきたいと。で、あと、松田選手に関しては、先日のベストナインタイトルホルダーで引けまして、今限界突破が4回まで進めるだけ、A ランク、S ランク持っているので、まあ、もう1枚欲しいですね。はい、というところでございます。あとは、まあ、今宮選手もですね、はい、もうかなり能力もですね、上がってきておりまして、ベストラインタイトルホルダーだとここ両方 BB 超えてるんでね。はい。まあ、しかもミート総力も同値で、まあ、一応ミート型でもあるので、まあ、ショート適正もそのうち多分 A になるでしょう。うん。というところで、蓄えておいてですね、また来シーズン以降、極みにできればなと思います。はい。というわけで、まあまあソフトバンク、やっぱいいなというところですよ。行きましょう。さあ、そしてもちろんギータ、サフォテあたりの S ランクが来てもいいんですけど、まあそこはね、本当にベストラインタイトルホルダーっていうのがあるので、まあ、今やはりですね、ピンポイントに S ランクを狙うのであれば、僕はヤクルトの選手ですね。はい。まあ、ちょっとまた後で色々とお話ししたいなと思っているんですが、まあ、今もですね、試練大解放期間中に特殊能力のレベル上げを頑張っておりまして、ちょっと未来のね、オーダーがようやく見えてきたなと。これが組めればもうめちゃ強いぞというのがね、ちょっと出てきたんで、ぜひ頑張っていきたいなと思います。行きましょう。バンデンハーク。バンデンハークもめちゃめちゃな、A ランク持ってて、まあもうスピリッツ15上がりが来てるんで、もう実際それでいいんだよな。はい、2回目いきましょう。まあなので確定の部分、もしソフトバンクで S ランクが来るならギータ、サファテ、まあそれも悪くないですし、他球団引くならヤクルト、山田哲人、バレンティンはすぐ極みにできるんで引いていきたいですね。お、ミネリン。あとはですね、もう単純に最近特訓めちゃやってて、ベストラインタイトルホルダーでいっぱいいい選手引けたっていうのがあるんで、A ランク足りてないんでね、どんどんバシバシ引いていきましょう。さあ、中村晃なんかもいっぱい A ランク持っております。購入3回目、いきます。で、そうだ、今日ですね、夜に生放送ね、プロスペースできればなと思っています。ぜひ皆さん来てください。チャンネル登録をしていただいて、アプリで、僕のチャンネルのトップにあるベルマークですね。タップしておけば通知必ず飛びますので、ぜひとも通知設定もね、お願いします。チャンネル登録もね、ぜひしておいてください。プロスピ生放送やるぜ。生放送で弾いてもいいかなと思ってたんですけど、この後。さあ、頼む！頼む！おう、模擬！これは普通に嬉しい。シリーズ2の模擬ってアニバーサリーとかじゃなかったらどれくらいの能力になるの？おお、ビビった。模擬嬉しいな。まあ、またこれも後でのお話にはなるんですが、ショート普通に欲しいんですよね。ただ、模擬選手の A ランクとかをそんなに持っている気はしない。とりあえず、模擬選手、見てみましょう。模擬、模擬、模擬いた。そうか、ミート79だ、そうだ。で、アニバーサリーとかで A なるっていう話だったんだな。まあでも、これこそ称号で A はもうまずいけそうだし。まあまあまあ、この選手もね、まだまだこっから能力上がってきてね、来る選手なんじゃないかなと思ってます。じゃあ、アニバーサリーじゃない、パーチャンで出て、ミート A になってたんだな。はい。ほー、という感じですね。で、僕が模擬選手の A ランクとか S ランクをどれくらい持っているのかというのを確認いたしますと、やっぱそこなんですよね、大切なのは。すっ、模擬、楽天は結構持ってるんですけどね、僕。おおお、1、2、3、4、5、 OK！ 素晴らしい。5いる。まあもう1枚来てミート A にしたいですけど、これはもう模擬育てるな。はん、やった、嬉しい。あ、そっ、あ、これはちょっとノーマークだった。ちょっとですね、この後まあ、ショートセカンドだけ後変えられると、すごいチームができるっていう話にしようと思ってたんですけど、これはちょっとノーマークだった。よし、ノーマークからのナイス。楽天にする？
楽天にして模擬の A ランク狙いに行く。うわ、ミート A 超えたいな。ミート A 超えたいな。いや、でもやっぱりマッチの、うん、限界突破できてないし。ソフトバンク。マジか。でもほんと特訓しないといけない選手が多すぎるな、最近それで言うと。ちなみに、そのショートには、広島の阿部選手を入れようと思ってて、最近まで。おっしゃ、おお、岸、ここは称号チャレンジに A ランク使うのもったいないな。もう9位型にできてるしな、やめとこ。称号ついてないんだったら使ってもいいけど、 S ランクを。これはもうなんかミキサーやらない。おっしゃ、聞いた、ナイス。ミキサーやらないって宣言してたんですけど、こういうところでミキサーかけるのは悪くないなと。称号で消えるぐらいだったらミキサーかけていいなと思ってるんで。よし、最近ね、ちょっと、おっしゃ、おお、いいね、すごい引き運いいな今日。来てるね。やっぱ最近すごいプロスピが頑張ってるからな。見てくれている神様が。特殊能力の合計特殊能力レベルも半端ないことになってます。てかもう本当に近日中にそれを全マックスにしたいっていう話を後でします。はい、さあ DeNA 桑原選手からのマッチ、マッチ、アーツを来い、アーツを、痛い痛い痛い、アーツをやろうと思ったら左の拳で思いっきり机殴っちゃった。いったいったいった、デスパイル、よし行きましょう。いった最悪、いった単発5連、今日は単発でも引けそうな気がする、調子がいいから。さあ、あと4連、あと4連。いや本当にあれっすね、あの月曜日この超次チーム S に狙い撃ちスカウトを引きまして、岩瀬選手が引けたのが本当に大きかったです。それのおかげでまあいろいろとこう変えてもいいな、ああ変えてもいいなってこう思える部分がたくさん出てきたので、まあ本当楽しいですね今。はい、こいこい、カモンカモン。4、あ、左の拳が痛い。グッ、さあラストいきましょう。この単発の方はラストも何もないんですよね。はい、ただ、単発の方が1回あたりのエナジーがめちゃめちゃ安いと。10エナジーはマジで安いですね。グレードアップスカウトの1回目が10エナジーぐらいだったっけ。はい、という結果でございました。今回は本当に良かったですね。特に茂木選手素晴らしいです。極みにできるっていうのはめちゃめちゃありがたいですね。はい、よし、ということで育てます。で、まあ、僕のリーグオーダーを見ていただくとですね、ただいま2017シリーズ1の選手が3選手いまして、まあ、まず1人目がこちら中日岩瀬選手。まあ、ここはただ新シリーズにね、継承させたいと思いますので、まあ、TS で能力高いんですけど、最強決定戦で調子の良かった松井裕樹投手もいるので、まあ、ここをね、抑えに持っていけばいいかなと思います。はい。で、あとはこの二遊間ですね。もう能力ほんと素晴らしい。ただ、まあ、ショート適正 A っていうのはやっぱすごいんですけど、打撃で言うとそこまでもう茂木選手も変わらないと。いうとこまで来てますし、今は特殊能力も1個追加されるんで、ここ全然模擬ありだなと思います。で、あとはここですね。ここが、まあ、もちろんこの能力のセカンド、プラス同値、プラスヤクルト枠、唯一のヤクルト枠なんですよね。ただ同値に関しては先日ロッテで、鈴木大地選手ベストナインタイトルホルダーで引けたので、まあ、そこを持ってくればいいと。で、あとはもうヤクルト枠っていうとこなんですが、現状僕が持っている中だと、もうこの選手だなっていうのは青木選手しかいません。はい。今年のね、ワールドスターの青木選手しかいないんですが、まあなんで最悪青木選手入れて限界突破コーチまで考えてます。ただここはやっぱり古田さんですね。一番睨んでいるのは古田さん。まあ明日来るのか分かんないですけど、まあまだ第5弾かな、来るなら。まあどうでしょう、とにかくヤクルトの OB の選手もしくはワールドスターの青木選手を入れていこうかなというところです。はい、そしたらこれベンチにもセカンドいなくなるんですが、まあそこはですね、宮崎選手とかがいるので、まあ、セカンドを守れる選手でいうとね、まあ、問題ないかなと思います。
で、ショートの坂本選手の枠に関しても今、まあ茂木選手って言ったんですけど、ちょっと今日特訓レベルとかを上げるのはやめておきます。まあレベルを上げておこうかなと思うんですけど、今日から早速ちょっと特訓レベルとかやめておきます。というのもそれこそ明日野村健次郎さんワンチャンあるんじゃないかなと思ってます。野村健次郎さんが来たら野村健次郎さんにするかな。去年のものを確か僕極みで持っているので、まあまあ継承できるし、やっぱ能力的にも、でもショート適正は C だったかな。まあわかんないですけどね、また明日何が来るんだろうっていうのがとにかくね今すごい楽しみです。見れないんかいこっから。まあそんな感じでございました。今本当にですね試練大解放でめちゃめちゃ頑張ってるので、まあぜひ皆さんね、一緒にラスト1日も僕解放チケットがないんで、もうこの期間に頑張っておかないと特殊能力のレベル上がんないんでね、ちょっと最後ね頑張っていきたいなと思います。いややっぱノムケンやばいな。ノムケンミート3つ上がってのミートパワー総力 A80 ってなったらかっこよすぎますね。野村健丈さん、あ、ショート適正も B だ、 C じゃなかった。よし、明日登場してもらって引きましょう。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、というわけでちょっとですねプロスピエース熱がね今非常に高いです。まあ、最強決定戦が終わってちょっとプロスピエースへの熱が冷めるのかなと個人的に勝手に思っていたんですが、逆にねベストナインタイトルホルダーでいい引きして、ようやく本当に自分の理想のチームが目指せ始めたんで、まだまだやります。ぜひとも5000円、そして高評価チャンネル登録お願いします。アディオス。